皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日は10月27日水曜日です。えっ、ー、と、ちょっとねお話がありまして、はい。えっと、このね Easy Japanese の YouTube の方のチャンネル登録者が1500人を

ありがとうございますこれからもよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで今日は何のお話かと言いますと、まあ、今ねおめでたい話題だったじゃない、はい、ちょっとおめでたい時に食べるものをちょっと紹介したいと思います。うんはい、なんかちょっと前にあのおめでたい日にお寿司食べるよねっていう話したと思うんですよね。しましたね、はいで。やっぱお寿司もすごく代表的な なんかお祝いがあったら食べるみたいな。でそれと同時に、あの、人気のある食べ物。うん、すき焼き。すき焼き。はい。すき焼きは人気ですよね。すき焼きは人気ですね。はい。あとその、お寿司とすき焼きは、もう普通に海外でそのまま言っても、どういう食べ物か大体分かってる人が多いと思う。お、すき焼きも。うん。まあ、すき焼きっていうぐらいだからね。えー まあそのみんな知ってるでしょ、はい、多分照り焼きとかも知ってると思うんだけどそうですねでもまあすき焼きはやっぱりその日本食っていうかあの和食ではないんだけど日本の料理としてすごく代表的な料理じゃないですかうんうんということですき焼きのお話をしますはい、えー、なんでかっていうとねこの間23日前に、えー、僕のお父さんのところにちょっとお客さんが来ましてでちょっとよく中,中身はね 流れはよくわからないんですけどすごくおいしいお肉をもらったと<う>、はい、とてもおいしいすき焼き用のお肉をいただいたとはいいうことですき焼きを作って食べましたうんうんであのちょっと前にねあの鶏すきのお話をしたと思うんですよあそうですねはい鶏すき焼きの話ね、はい、じゃなくて今回は本当に牛肉のすき焼き肉をもらいましたうん 僕らあんまり牛肉って食べないじゃない食べないですね、うん、あのこういうことでもない限り食べないんだけどはいその嫌いってわけじゃないんだけどね、うん、その鶏肉とかの方が好きだし魚とかは好きだから食べないんですけどどう,どうだってすごい美味しかったよね美味しかった久しぶりに食べたしんだろう本当になんかあの本格的なちゃんとしたすき焼きのお肉ですき焼きを食べるなんて 何年ぶりか分からんね分からないですね <laughs> 本当にそうですね <laughs> そうなんですまああのー、なんだろうなさっき言ったようにお祝いとかなんかめでたい時にすき焼き食べるお家結構あるんじゃないかなって思うんですよねはい、うん、で僕も子供の時は結構なんだろうなんか区切りとかですき焼きの時ありましたねうんうちもありましたなんか頑張っ例えば テストが終わったとか <laughs> <ー>なんかの大会があって例えばサッカーとかなんか大会があって、まあ、お疲れ様みたいな時に何が食べたいっていう時に、うん、まあお寿司かすき焼きっていう感じ、うん、僕<い>あのカレーライスすごい好きなんですよ、はい、みんな知ってると思うんですけど、うん、でもカレーライスってまあ言ってももう毎日でも食べたいと思ってるから、うん、まあ普通じゃないですかうん。 すごいスペシャルな料理なんだけどでもすき焼きとかその何だろうレベルが違うっていうかそうですね高いしね高いあののいたお肉はその宮崎牛って言っておお何かすごい日本のブランド牛はいあの牛肉日本育ちの牛肉なんですよでまあ日本のお肉ってすごく脂がのってて 日本人は好きですよねそういうお肉が。そうだねなんか今の若い人はど,どうかわからないけど、はい、あの僕らよりも年齢が高いい人ととかは間違いなく好きだと思う、うん、ただ僕はあんまりその日本の,そのすごくこう脂がのっている肉よりも外国のステーキとかねするようなお肉の方が好きなんですけど、まあ、そういうこともあってなかなか自分で買ったりすることはない。 し、うん、すき焼きって言っても、まあ、鶏とかで食べるんだけど、はい、まあ今回のはすごかったねいやおお久しぶりに食べましたけど美味しかったですね、うん、や,やっぱりたまに食べたら美味しいうんうんあのー、なんだろうな特にお祝いすることもなく <laughs> 特別に何もなく <laughs> 普通に、うん、ただの普通の日だったんだけど <laughs> あのー ななんだろうおいしいすき焼きっていうのはあのお肉だけをまず食べてねそうですねそうあのすき焼き屋さんとか行ったらそうなんだけどまずはお肉だけを焼いて食べ卵をつけてね生卵をつけて食べて、うん、でそのっ、えー、とに豆腐とかねえっ、ー、と野菜とかこんにゃくとかそういうものを入れて一緒にすき焼きにして作ってで今回最後あのおうどんをねうどんを最後入れて締めて。 っていう形で食べたんですけど、はい、本当にねなんだろう家でこんな美味しいの食べれるんだっていう感じ、うん、うん。ただあのお肉は、まあ、もらったんであれなんですけど買ったらもうすごい値段だろうねいやーそ,そう思いますよ、うん、そんなに多い量じゃないじゃない、うん、あのすき焼きのお肉ってやっぱりちょっと脂がなんての乗ってるからそんなたくさん食べれないんですよ だから量はそんなに多くないんだけど多分買ったらもうとんでもない値段だろうねうん高いと思いますよ、うん、あれはなんかその久しぶりにそういうものを食べてで僕らあんまり最近外食外でねレストランだとかそういうとこで食べたりすることもなかったんでかすごく特別な気持ちになりましたねうんよかったです、うん、なんか贅沢をした。うん 気分でですそうだ、ね、贅沢でしたね完全に、はい、やっぱりねあのー、これ不思議なんだけどあ日本って結構食べ物とその何て言うんだろうそのシチュエーションっていうかさ状況がこう紐づけられることが多くて例えばおめでたい時にお寿司を食べたりとかおめでたい時にすき焼きを食べたりとかあとは何だろうな 何かの日には何かを食べるみたいな結構あるでしょお正月おせちとか、はい、なんか地域によっても何かの日にはこういうものを食べますとかまあ前にねあのお彼岸におはぎを食べるとかっていうお話もしたこともあるしいろいろあるじゃないですか、うん、だから逆に今回僕思ったんですけどすき焼きを食べたらなんかいいことがあったような気持ちになったっていうか <laughs> なんて言うんだろう <laughs> 逆,逆にね逆にそう でそれが結構すごいなって思ったやっぱりおいしいものを食べるといい気分になりますねうんまあそれもあると思うんだけどそれでもさおいしいものいっぱい食べたりはするんだけどすき焼きのちゃんとしたやつ食べたらやっぱりすごい独特のね気持ちになりましたねうんよかったです、うん、あんなん食べるのもうこれからあるかないかぐらいの貴重な <laughs> お肉でしたけどはい、うん、なんかあのなんだろうな僕ら今まあ大人になってるんであのさっき言ったようにねすき焼きのお肉はいくら高いって言ってもまあ買えるじゃないですか、はい、買おうと思えば食べれるでしょ食べれますね食べようと思えば食べれるんだけどいつまでたってもすき焼きのちゃんとしたお肉で食べるやつはなんかすごいこうなんて言うんだろうなこう うわーすごいごちそうって感じうんごちそうですね本当に、うん、すごいそういう感じが僕はあってうん取りすきも大好きなんですけどやっぱり本当のすき焼き食べたらなんかちょっと感動しましたねうん、うん、いい機会でしたね、うん、よかったです、はい、とてもよかったですでまあそう,そうだからっていうことじゃないんだけどあの皆さんの国とか地域でなんかめでたい時に食べるものというか お祝いの時に食べるものをちょっと教えてほしいなと思って。うん、ただその普通の料理の中のすごいやつを教えてほしいんですよ。あ、なるほど。あの僕らもお正月とかはそのおせち料理っていうもう本当に超豪華みたいなやつを食べるんだけど、すき焼きってそういうのじゃないじゃん。うん。普段の料理の一番すごいやつでしょ。そうです。だからその皆さんもその普段食べる料理の中の一番すごいやつを。 <laughs> 教えていただけたら嬉しいなと思うんですけどまあ今あの時期的にねもうすぐですけどあの感謝祭とかで七面鳥とか食べるじゃんそういうのに近いのかなでもあれはあれですごい特別なでも家庭でできる料理ですし近いいんじゃなですかねそうだねなのでねまあその辺のことを教えていただければ嬉しいなと思っておりますはいはい ということで今日はすき焼きを食べたというね話をしましたはい今思い出したらまたちょっと食べたくなってきたんだけど <laughs> 機会がある、ね、<laughs> あなかなか簡単には食べれないんでね何かのお祝いでまたしましょうはい、はいまあ、まあちょっと違うんだけど、まあ、1500人のお祝いってことにしましょうあいいですね、はい、ちょっとずれてる無理やりだけど <laughs> はいということで今日も最後までありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますではでは 今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト、YouTube のフォロー、チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは